無事にお戻りになられましたね。ブーゲンハーゲン様のもとへ案内いたします。どうぞこちらへ。うまく騙せたよね。あの義賊の亡霊、私たちがマテリを持ってくると思ってるよ。大いなる癒しとかなんとか言ってたから、要するにとんでもねえ威力の恐ろしいマテリアってことか。ああ、奴らに渡すわけにはいかねえ。あいつより先に見つけないと。あいつってセフィロスか。気配を感じなかったのか。うん、セフィロスに関してはお前がそう言うならいたんだろう。じゃあセフィロスも黒マテリアを狙ってるってこと？ああ、そう考えた方がいい。大変、こうしちゃいらんないよ。黒マテリアは私が手に入れるんだから。ねえケット氏、セトラの神殿のことどうして知ってるの？あ、いや、知ってるっちゅうか、心当たりがあるっちゅうか。ああ、昔会社の資料で見たことあるんです。神羅の端末があったら調べられると思います。端末はコスモキャニオンにもあるのか？のはずです。ブーゲハに聞いてみましょう。だの、一安心、一安心。もう心配いらないよ、おじっちゃん。おいらは戦士瀬戸の息子だからね。ブーゲンハ、この谷にも神羅のネットワークにつながる端末を置かせてもろてるはずなんやけど、どこにあります？ほうほう、あの端末のことかの。確かにあった。珍しいパーツが使われとったから興味深くてのう。分解してほら、あの通りこの谷の発電機として活躍してくれとるわい。なあ、じゃあセトラの神殿は知ってる？神殿とな、セトラは神など必要としない。神殿など作りはしなかったはずじゃよ。そうなんだ。神殿と呼んだのはおそらく外の人間。セトラの建造物がどこかに隠されているという伝説は多くの書物に残されておる。さすがはじっちゃん。ほうほうほう、場所は明らかになっとらんがの。え？セトラは過酷な運命をたどった種族。見つけたところで容易に足を踏み入れられる場所ではなかろう。行くのならば十分に用心せ。見て聞いて触れて、書物では得られぬものがそこにあるはずじゃ。無事に帰ったらわしにも話を聞かせておくれ。ブーゲンハーゲン様。なんじゃ騒がしいの。またあの黒いマントが現れまして、いかがいたしましょう。おや、知り合いかな。どこにいるんだ。え、あの谷の入り口です。行ってみよう、クラウド。ああ、この扉は再び閉ざしておかねばの。星と共にあらんこと、どちらに行かれますか？
死んだ組織本社。ナナキ、その人大丈夫なの？ああ、衰弱はしているが、最近多いんだ。魔法中毒だっていう人もいるけど、この症状は。ニブル。ニブルヘイム。ニブルヘイムっていや。俺とティファの故郷だ。あそこやったら確実に神羅の端末があります。あったとは思うけど。クラウドさん、さっき言ってくれたやろ、僕の言うこと信じていいって。その場しのぎやったかもしれん。でも僕はクラウドさんの言葉本物にしたいんです。でもニブルヘイムって、あのニブルヘイムですか？陸の道は繋がっていませんよ。と、不良。空だ。のろし、ダメ。ほな、飛行場に戻りましょう。神らしき手話か。俺は元ソルジャーだ。神らしき手話は軍のハンドサインを流用して作られた。ある程度は理解できる。カードバウト。
勝負だった。あんた、もしかして元軍人か？そうか。頑張れよ。コスタ・デルソルのようこそ。主役だった君を連れ出したし。ピアノの音色は実に心が安らぎます。美しき調べでピアノの素晴らしさを普及していただき感謝の極みでございます。今後ともご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
鳥自体は珍しいことだ。何かあったんですか？ああ、七鬼のご友人方。改めまして、私はメンターのセサルと申します。実は、古くから災いの予兆と伝えられてきたモンスターが谷の周辺で目撃されたのです。災い？災いの予兆はこれまでもたびたび観測されてきました。しかし我々の星はそのたびに災いに打ち勝ってきたのです。この掛け星こそ星の勝利の証。星が災いに打ち勝てば白日のもと淡く光り輝く星が大地に降り注ぐと伝えられております。掛け星見えないね。ええ、しかしこの写真はいずれもここから離れた場所で撮られた。あるいはすでに掛け星は我らの谷に降り注いでいるのかもしれません。探しに行ってみる？行かないと落ち着かないだろう。おお、そうしてくださると我々の心も休まります。災いの予兆が目撃されたのは3箇所。掛け星もおそらくその近辺に現れるはずです。どうぞこちらの資料と記録装置をお持ちください。同じ構図で掛け星の姿を収め我々に良き知らせを。星と共にあらんことを。さあお次の方。どうぞお話しください。セミナー。星と共にあらんことを。どちらに行かれますか？わしも久しぶりにフィールドワークに出ようかと思ってな。必要な道具を探してたんじゃが、はてあれはどこにやったか。もうフィールドワークならオイラが行くよ。ちっちゃん一人じゃ心配だし。ほっ、年寄り扱いするんじゃない。わしだってまだまだ。ほっほらね、調査はオイラたちに任せて、じっちゃんは休んでてよ。まあ、お前たちが他人にいる間しか頼めんしの、今回は甘えるとするかの。うん、何でも言ってよ。実は気にかかっていることがあるのじゃ。わしがかつてこの辺りのライフスポットを調べた時の調査記録じゃ。俺が知ってるのとは違う。うん、ライフストリームとは絶えず動き流れるもの。エネルギーが噴出する場所も一定の周期で位置を変える。だが最近谷の調査隊から気になる報告があっても。まあ詳しいことは調査が済んでからじゃ。まずはこの場所へ行き、魔鋼測定器で周辺の魔鋼周波数を調べてもらえるかの。分かった、行ってくる。
鍵を渡すのを忘れておったわい。ちっちゃん、来ちゃったの？そう邪険にするでない。やはりこの目で直接見たくなってよ。してない。そうか。念のため他の場所も確認するとしよう。次はこの2カ所のライフスポットに向かってみてくれるかな。わしは頃合いを見計らってお主らを追いかけるでの。振れ幅が大きい。この GZ という単位は何て読めばいいんだ？ゲーゼル、じっちゃんの名前だよ。ライフストリームに一定の波があるのをじっちゃんが最初に発見したんだ。おほんそんなことはどうでもよい。さあ、まだまだライフスポットは残っておる。ぐずぐずしてると日が暮れてしまうぞ。楽しんでくれ。おりゃ
落ち着いていけ。私の出番。行かなかったようじゃの。まあ仕方あるまい。これが次の目的地の調査記録じゃ。引き続き頼んだぞ。